リモリの筋肉で殴るぜみたいな素手でね、もうそうそう素手でいきますぜみたいな、はいはいはい、そのパンプ感があったんですよね、筋肉の音のなるほど。はい、どうも、玄米レコードのティッシュ元インカミです。今回は世界そして日本でも大人気なエレクトロニック音楽プロデューサーポーター・ロビンソンの紹介と、前作から7年ぶりのリリースとなった話題のニューアルバム「ナーチャー」の魅力について語っていきたいと思います。はい、お願いします。ちなみに私ティッシモは名古屋を中心にトラックメーカー兼 DJ として活動しており、私インカミは音楽ブログを運営しております。もしこの動画が良ければぜひチャンネル登録およびに高評価よろしくお願いいたします。はい、それでは行きましょう。レッツゴー。はい、まずはじめにポーター・ロビンソンとは何者ということで少し紹介していきたいと思います。はい、1992年アメリカ合衆国ノースカロライナ州出身の DJ 音楽プロデューサーで、12歳から独学で作曲を始め、18歳頃には先駆的な DJ として各国から注目されております。おー、2011年に EDM 好きなら知らない人はいない大物エレクトロミュージシャンスクリレックスが設立したレーベルオースラと契約し、スピットファイアという EP をリリースしました。こちらは iTunes のダンスチャートとビートポートでなんと1位を獲得。おお、すごい。その後あのザ・ケミカルブラザーズなどを輩出してきたレーベルアストラルワークスと契約。2014年にリリースしたフルアルバムワールズは全米チャート初登場トップ20位入りを果たしたことにより、 DJ タイムズではアメリカで最も優秀な DJ として評されたこともあるくらい実績のある音楽プロデューサーの方ですね。うん、大の日本カルチャー好きとして知られていることでも有名で、プライベートでもちょこちょこ日本に遊びに来ているそうです。うん、そもそも音楽を始めたきっかけというのがコナミのアーケードゲームである有名音ゲーダンスダンスレボリューションの BGM に関心を持って作曲を始めたとされているそうです。あ、なるほど。だからそのなんか日本好きみたいな。そうです、そうです。あ、そういうことに繋がってるんですね。そうです。ちなみに私もね、あのかなりやり込んだゲームですね。あ、やってたんですか。やってました、まあ、あのちゃんとあのコントローラーじゃなくて踏むやつ、踏むやつ、パッと買って、パッと買ってのタイプのやつで。ガチ勢ですね。ガチ勢でやってましたね。2016年にはポーター・ロビンソンと肩を並べるほど有名でかつ名優のマデオンと共作したコラボ曲シェルターという楽曲で一躍有名になった印象があります。あ、このシェルターは確かに自分も初めて聞いた曲かな、はい、でもなんかソロっていうイメージだったんですよね。そうなんですよ。これ実は2人で作ってまして、でしかもちょっと作り方にもこだわりがあって、うん、通常だとこう音楽のデータをお互いで送り合って作っていくっていうのが、まあ、ベターなんですけど、そのイメージ。そうなんですよ。今回の曲に関しては、うん、直接お互いの家に行き合って、うん、会って話し合ってあの曲を作っていくっていう。あ、結構大変だよね。そう、実際家でってやるのってね。そう、結構大変だと思う、これもう。でもそこまでなんか気合入って、うん、お互いで仕上げてって曲ってことですよね。そう、それぐらいもう気合の入った一曲ということで。ミュージックビデオ自体も再生回数めっちゃいってますから ね、 これね。そう、結果として出てるからすごいですよね。うん、多くの人にこう届いたんだなと思います。うんうんうん、ミュージックビデオも個性的でアニメ好きということもあり、うん、ジャパニーズアニメーション調のミュージックビデオになっており、はいはいはい、なんと自身が脚本までも手掛けるという多彩な才能の持ち主となっております。はいはい、2017年にはサイドプロジェクトとしてバーチャルセルフという別名義で活動もしており、こちらはポーター・ロビンソンとはまた雰囲気の違う音楽で、2000年前後のトランスミュージックを彷彿とさせるような、うん、近未来的 SF 感のあふれる、はい、ハードコアなスタイルに仕上がっておりますと、はい、で音楽ジャンルとしては本人曰くネオトランダンスとしているとのことです。はい、そしてそのポーター・ロビンソンのニューアルバムが今年2021年の4月23日にですね、前作から約7年ぶりのアルバムとなる、お、待望ですね。待望です。ナーチャーをリリースしたんですけれども、はい、そちらの感想魅力などをお届けさせていただこうかなと思います。イエーイ、行きましょう。行きましょう。今回のアルバムを聞いてやっぱり改めて思ったのは、はい、彼はやはり日本のカルチャーがめちゃめちゃ好きなんだなと、うん、思わせてくれたアルバムでしたね。確かに、なんかアルバムの曲からもなんかメロディーとかもなんか感じますよね。うん、やっぱ J-POP だったりね、うん、日本のバンドだったり、はいはい、それこそ日本のゲーム音楽だったりの影響を彼は受けているだろうし、はい、まあ、リスペクトしてるんだろうなっていうのを伝わってきましたね。はいはい、なんだろう、こう聞いていてこうどこか新しいのにこう懐かしくなるような、うん、あ、はいはいはい、そう感情的になる曲が多かったなっていう印象ですね。うん、でしかもこうなんだろう、メジャーキーの曲が多いので、うん、もう聴いていてすごく明るい気持ちになるし、はいはい、爽やかだよね。爽やか。あ、はいはい、なんだろう、初期のポーター・ロビンソンとはもう打って変わって、うん、もうめちゃくちゃこう印象変わった記憶ないですか、今さん。その前作もそうですけど、はいはい、あの最初の紹介であった、はい、あの EP スピットファイアのやつは俺聞いてなかったんですよ、はいはいはい、その頃は、はい、で手下さんに聞かせてもらって聞いたら、はい、やっぱりね、あの
大セラっていうかそのスクリレックス直伝のこのはいはいはいモリモリの筋肉で殴るぜみたいな素手でねもうそうそう素手でいきますぜみたいなはい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 そのパンプ感があったんですよね筋肉の音のなるほどそうそうそうもう筋肉隆々の人が来るような感じの隆々の人がはいはいはいそう殴り込んでくるような攻撃性を結構感じるなって思ったんですけどはいはいはいやっぱねこのなーちゃんは全然違う、はい基本的にその包み込まれてる感じがやっぱするしその爽やかさっていうか、はいはい、あーなるほどシンセで包み込まれててでメロディーでめちゃくちゃ聴かせてくれるし、うん、はい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 で日本人好みですよねコード進行も、うん、メロディーも起伏がすごい聴いてるしそうサビもすごいはっきりとしてねあそうそうそう聴きやすいしねキャッチーだし基本的にあーポーター・ロビンソンが歌ってるんですよね、うん、確かねそう本人が歌ってるしボイチェンでそうボイスチェンジャーでそう声も変えたりとかしてを作ってるっていう感じですね。そうだ両方美味しいから、うんうん、そんなにダンスミュージックの音で乗れるぜ、うん、音で乗るぜみたいな人以外でも、はいはいはい、結構その歌メインで聴く人でも聴けるのかなって。うん確かに。そういうアルバムかなってめっちゃ思いましたね。うん、もう万人の人にこうね万人か万人の人にこう勧められるような。全然ねあのそう、うん、そう音楽好き以外でもあいい曲だねっていうような曲めっちゃあるんじゃないかなと思いますね。うん。ちなみにインカミさんこのアルバムの中でお気に入りの曲とかありますか？僕がやっぱお気に入りだったのは、はい、今の話がなんか全部詰まってるかなっていうような曲なんですけど、はいはいはい、あのサムシングコンフォーティング、あいいミュージックビデオもありますけど、うんあれねやっぱねめっちゃ好きなんですよね。はい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 、そう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 、やっぱり展開の仕方がねめっちゃいい、さすがって感じだね。シンセの音もいい、最初のギターの音もいいし、はい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 、リズムもやっぱねなんかリズムはなんかずっと四つ打ちが鳴ってるとかではなくて、うんうんうん、要所要所でメリハリ効いてるし、はい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 、はい、なんかよく聞いたことあるようなブレイクビーツが途中でグタ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 みたいな、はいはいはい、入ったりとか重めのやつ、うん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 、そうちょっとラウド好きなようなドドドンタッタッタドンタンとか入ってたりとか、はい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 、それがねやっぱの美味しさがやっぱ段違いしたね、うんうんうん、やっぱ使い方がうまいよね、うまいです、うん、でなんかね後々見たら、うん、あのツイッターではいはい、この曲バズってて、はい、バズってるっていうか、うん、曲っていうか、はい、有村大志さんという方が、はい、そのなんかアニメーションというか、うん、キャラを使って作ってるんですけど、はい、でオフィシャルコラボでこの曲を使って、はい、まあ、シェアしてたら、はい、まあ、めちゃくちゃ人気になってて、おエッセン上で、そう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 、でだからこの動画自体も592万回とか、はいはい、まあ、再生再生もう600万回ですね、今で言うと。そうだからこの曲きっかけで、はいはいはい、あのポーター・ロビンソンを知ったっていう方も結構多いんじゃないかな、うん、特に若い方とか、あそうだね、うん、そうそう、だからポーター・ロビンソンの中でも結構重要な今曲になったんじゃないかなっていうのはすごく感じますね、うん、あそれは確かにあると思いますね、それは、うんうん、岸本さんはどうですか？いや僕はねやっぱねちょっとベターなんですけど、うん、やっぱ Look at the Sky ですかね。もうこれはもう一周回ってのルックアットですかですわ。逆にの、ね、逆にの、あもうこんなに人の心をつかむような、はいはい、こう感情的にさせる曲はないぐらい、もう確かにね、うん、だから本当に空見ちゃいましたもん、不意に。アルバムの2曲目って時点でねもう現れてるそう、はい、確かにそうです、早めにして、ね、曲順が語ってるよね魅力を、はい、そうそう、それが本人もそういう位置づけなんでしょうね、うん、おそらくね。はい、それではポーター・ロビンソンの紹介と、はい、ニューアルバムナーチャーについて語っていきました、はい、このご時世なんでね対面でのライブは難しい状況なんですけれども、うん、なんとポーター・ロビンソン公式の YouTube チャンネルの方でしっかりとねこう世界観を作り込んだ、ライブパフォーマンスが見えますのでね、うんうん、ぜひそちらもチェックしてみてください。はい、もしこの動画が良ければチャンネル登録グッドボタンの方よろしくお願いいたします。お願いします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。はい、じゃあね。じゃあね。